は、東中野バースモークソードの佐々木と申します。本日も、YouTube ご覧いただき、誠にありがとうございます。今日はね、バーに飲みに来てくれてる、まあ、お客様からのよくある質問、そういったことに、こんなこと質問される、あんなこと質問されるよみたいなことをちょっとお話ししたいなと思います。まあいろいろね、結構初めて来られるお客様が、やっぱりちょっとこうコミュニケーションを取ろうと思って、まあいろんな質問、まあ、されるんですけど、まあ結構もう一貫して同じような質問をされるんですよね。そんな質問を、代表的な質問をこうちょっとこう動画に、上げてみようかなと思いました。それではまず最初はね、僕の好きなお酒は何ですかっていうお話ですね。はい。基本的に僕酒は、何でも好きです。まあ、何でも好きですっていうと、まあ、語弊があるのかもしれないですけど、まあ行く場所によって変えるってことですかね。例えばまあもちろんバーに行けばそのウイスキー飲んだり、まあ、カクテル飲んだり、まあ、蒸留酒をまあいろいろ飲んだりもするんですけど、まあ居酒屋さんに行ったら何飲みますかとかっていう話もあるんですけど、僕の居酒屋さんの使い方っていうのは、やっぱり居酒屋さんっていうのはやっぱおつまみとかお料理が美味しいんでね、それをメインに、まあ、結構多めに頼んで、まあ結構お腹いっぱい食べるっていうイメージですかね。でそこになんか酒に合わせるというよりかは、その酒を、その料理に邪魔をしないもの、まあよくあのよくあるあのチューハイとか、あのレモンサワーとか、そんなこう気楽なものですね。ただもうここ最近のあの事情も変わってきて、居酒屋さんにもやっぱハイボールも出てきて、今はあのジンソーダとかもね結構あの流行りだしてて、結構あの居酒屋さんとかにもよく置いてるなっていう印象があって、まあ僕らにとってはまあいい傾向だなとは思いますね。まあハイボール置いてくれたおかげで、まあうちのお店もアイラハイボールっていう冠も置いてるんで、結構ハイボールっていうまあものでね、結構お客様がね、あの全然違うねっていう風に言ってくれたりするんで、まあ、あのそうですね、ハイボールは良かったなと思います。まあ好きな酒、そうですね、やっぱ難しいな、やっぱりでも好きな酒という、そうですね、よくバーに行ってまず最初に飲むのはやっぱりジンリッキーですね。僕がやっぱり一番よく作るカクテルだったりもしますし、僕が一番最初にこう悩んだっていうか、こう研究したり勉強したりしたカクテルだったりするんで、それがもうずっと若い頃からね、こうずっとあったん、その思いが強い思いがあったんで、結構ジンリッキーは一番最初にどこのバーに行ってもよく飲みますね。でそれでまあ若い頃はこれはここのバーのバーテンダーの作り方はこうなんだな、ああなんだなとかっていうふうに、いろいろ考えながら、まあそのバーテンダーの所作とかね見ながらこう結構見てましたけど、もう今はそんなことはないです。どこに行ってもあこの人はこういうふうに作るんだなぐらいで終わってますね。はい。そしてあとはあれですね、初めに一番最初にバーに行って初めて飲んだ酒なんですかとか聞かれるんですけど、これはね鮮明に覚えてますね。ね、これは僕本当に駆け出しっていうか、もうバーテンダーになろうっていう前のことですね。それこそ僕大泉学園、練馬区の大泉学園っていうところに住んでたんですけど、そこにはレモンハートっていう、まあバーテンダー業界ではすごい超有名なバーなんですけど、そこに最初行かせてもらってたんですよ。でその僕が一番最初レモンハートに行かせてもらった時のカウンターにいらっしゃったのが今の後のもう私の師匠になる方なんですけど、その人にお勧めしていただいた、ウイスキーが、
スコッチウイスキーでハイランドモルトのグレングラッサーですね。今となればグレングラッサーっていうんですね。まあもう30年近く前の話なんで、昔はグレングラッソーって言ってたんですよね。うん、よく覚えてますね。すごいまろやかで、すごいね、温かいイメージの酒でね、こう麦、甘い麦をこう噛みしめてるような、もうこう麦畑の麦をこうギュッと抱きしめて、その香り、甘い香りをこう嗅ぎながら、ああいいなっていう風なこうイメージがあったようなものがありますね。はい、だから好きな酒って言われると結構質問に困るんですけど、でもいろいろその場合対応して何でも飲みますね。あとね、これはね、いや、ぜひ昔からねやってほしいなと思うのはお寿司屋さんですね。あの、これわがままかもしれないんですけど、結構僕和食ってウイスキーの水割りってすごいぴったり合うと思うんですよ。で、まあ、バーテンダーは今みんなウイスキーの水割りとか、その水割りというカクテルっていうものに対して、あの、結構こだわりを持って作ってるバーテンダーも多いんで、あの、バーに行けば美味しい水割りとかを飲めるとは思うんですけど、やっぱり食と合わせるってなると、やっぱり和食がいいなと思うんですよね。特にね、刺身をお作りをね食べながらこう飲む水割りって美味しいだろうなと思うんで、ぜひあの、この YouTube を見てる寿司職人の方がいらっしゃったら、水割りをちょっとこだわって作ってほしいなと思います、ね、そしたらこうなんかピカイチなつまみにピカイチな水割りを作ってもらえると、僕は多分キュンキュンするだろうなと思います。はいはい、次の質問ですね。次は、どうしてこの場所でお店をやろうと思ったのっていう質問ですね。スモークソルトは、東中野と、中野坂上のちょうど間ぐらいのところにあります。だからそのちょうどぐらいのところにあるっていうところっていうことは、あの、東中野って住宅街なんですよ。で、歩いて5分強、まあ、10分ないぐらいのところなんですけど、もう住宅街の中に埋もれてるようなところにあるお店なんですね。だから本当にこう見つけないと、見つかるのかな、まあ、結構噂を聞いて行く人とか、まあ、結構あの、昔にテレビとか雑誌とかにも出させていただいたので、それでこう興味を持ってくる方とか、の方もいますし、まあ、遠方の方が多いですね。あとは近隣の方も多いですけど、結構それぐらいこう、わざと探さないとわからないような場所にあります。はい、で、なんでこの場所になったのかっていうのは、以前も15年ぐらい前の話になるのかな、以前東長野の 駅前でね、あの、オーナーの下で雇われて一人でお店やらせていただいたんですよ。その頃は、ドラフトビール、ドラフトエールって言った方が早いですかね、ドラフトエールとシングルモルトのお店をやらせていただいたんですね。まあ、要はパブリックバーですね。あの頃はまだ、あの、今みたいにクラフトビールっていう言葉がなかった時代ですね。地ビールって言われた時代です。その頃に日本の地ビールのドラフトと、あとは、スコティッシュエールを、こう、スコティッシュエールの、ドラフトを3本ずつ、まあ、3種類ずつ用意して、でそれで生で注いでたっていう、ちょっと特徴のあるお店をやらせていただきましたね。で、その頃によく、あの、その店に来てくださってたおば様がいて、で、そのおば様が、そのお店を僕が辞めて半年ぐらいしてからかな、電話かかってきたんですよ、突然と。で、あなた今何やってるのって言って、で、ちょうどその頃が、まあ、バーのちょっと、あの、スポットとしてお手伝いをしてたことがあったんですね。その頃の時に、ちょうどそのバーが、まあ、解散になったんですよ。まあ、働いてたバーは、その、さっき言った、その、修行先にもなる、そのレモンハートっていうところなんですけど、で、レモンハートのメンバー解散になりましたっていう、ちょうどそのタイミングの時に、あの、そのおば様から電話かかってきて、あの、帰ってきなさいと、もしね、あの、あなたが、よければ、あの、物件あなたに全部あげるから、
好きなようにやりなさいって言われたのが初めでしたね。でまあそういうこうご縁でね、それでやれマーケティングリサーチだとかどういうスタイルでやるかっていうそのことっていうのは全く考えなかったんですけど、まあそんなすごいお世話になった人に帰ってきなさいって言われて断る理由もないなと思って、でそれで2つ返事で、まあ、この場所でやらせていただいたんですよね。もう本当に場所としては偏僻な場所かもしれないですけど、やっぱ最初の頃は悩みましたね。どういう業態やろうかなと思ったんですけど、やっぱり東中野にはオーセンティックなバーがなかったんですよね。オーセンティックなバーがなかったっていうわけじゃないんですけど、どうしてもこう街柄こうパブリックスペースみたいな環境にならざるを得ない街なんですよ。ただそれをこうちょっと払拭したいなと思って、まあオーセンティックなバーも1軒ぐらいあってもいいだろうと、であと葉巻も入れれば、ね、あればいいなと思って、でそれでやらせてもらったんですよね。っていうのがまあその場所をどうしてここになったのかっていうことですね。だから結局こう東中野に帰り咲こうとかもう一回やろうとかっていうことはなかったんですよね。たまたま東中野で勤めて、たまたまそこに通っててくれたおばさまに声をかけてもらったっていうだけのことです。でそれでもう丸12年やらせていただいて、うん、結構感慨深いというか、うん、よくやってるなって自分でも思うんですけどね、うん、でもそういうご縁がなかったら きっと僕はこの場所で自分の店をねやれなかっただろうなっていうのはあります。はい。そして次の質問ですね。よく行くバーはどこですかとか聞かれます。うん、これもこうちょっとあれなんですけどね、結構僕若い頃はバーに行く目的はどこどこな誰々のバーテンダーのこれを飲みに行く、そのカクテルを勉強しに行くっていう感じでよく行ってましたね。だからその店によく行くっていうことはあまりなかったです。だからこの人のマティーニとか、この人のギムレットとか、この人のジントニックとかっていうのをこういろんな人の話を聞きながらよく行ってたことはあります。それはもう若い頃はもう本当勉強して足稼いでいろいろ行きましたね。で今はもう自分が仲良くさせてもらってるバーテンダーの方のお店にはよく行きますね。はい。中野にも1軒ありますし、荻窪にも1軒ありますし、銀座にも1軒、あとは新宿3丁目の方にもね1軒仲良くさせてもらってるバーテンダーの方とかもいるんで、まあさっき言ったそのお店とかはよく行かせていただきますね。結構もう今は彼の作るカクテルが美味しいとか、まあもちろんそれもあるんですけどねただそういったこうところを超えてこうちょっと仲間意識が強いかな。うん、例えばその銀座のバーテンダーの方なんてもう結構うちの店にもよく来てもらってて、よくいろんなああでもないこうでもないってバカ話したり、こうカクテルの話をしたりとか、まあいろんな話させてもらってて、彼はすごくとてもいい子なんでね、よく僕も銀座に行く用事があったら必ずそのバーに行って飲んでね、ああでもないとかってこう また銀座に行ってまたバカ話して笑ったりしたりするんですけどね、うん、今はそういう感じですかね。仲のいい仲間の店に、仲間というか仲良くさせてもらってる人のところに行くって感じですかね。はい。だから皆様もそうですね、バーに行くっていうのはもちろんそのバーテンダーも人間なんで、お客様も人間ですから、こう肌が合う合わないってあるとは思うんですよ。だからそういったお店とかをね選べればいいのかなと思いますね。でその人の作るカクテルとかがすごい美味しいなと思ったら、多分きっとそれはバーテンダーと肌が合うんだろうなっていう表れだと思うんで、やっぱりそういったところでいろいろこう考えながら、あこの人は僕と気が合うなとか、あいいかもしれないみたいなっていうふうにこうコミュニケーションを取っていけばいいと思います。
とね、あとの質問なんだっけな、あこんなこともあったかな、やめたいと思ったことあるみたいな、そりゃねもう30年近くやらせていただいたんで、やらせていただいてるんで、やめたいと思ったことは結構ありますね。やめたいっていうよりかはやめようかなと思ったことありましたね。ちょっと言葉のニュアンスが違うんですけど、やめようかなっていうのは、あの自分もしかしたらちょっと向いてないんじゃないかなって思うこととかよくあるんですよね。っていうのも、あのさっき言ったそういろんなバーに行って、いろんなバーテンダーの方たちってすごい貪欲にカクテル作るんですよ。あのカクテルを作るというかカクテルを研究するんですね。いやだからといって私がしてないってわけじゃないんですよ。私も私なりにすごい努力してるんですよ。ただなんか僕の考えてるその矛先と、あと皆さん考えてる矛先がやっぱ全然違うんですよね。じゃあ他の人たちがそれが一緒かっていうと、それもまたちょっと違うなっていうふうに最近はすごく思ってて、やっぱりバーテンダーっていうのは唯一無二っていうか、その自分が考えたその自分の正解を探して自分の正解のものを作るっていうのが本線なんで、それが人とは違うとかっていうところではないとは思うんですね。まあ、だけどその考えてる矛先っていうのは違うっていうのがあまりにもちょっと摩擦がありすぎるから、そうですね、意外とあの迷ったりすることがありますね。あの迷うって何かっていうのは、あこの店に僕は行っていいのかなとか、行っちゃダメなのかなって思ったりすることがあるんですね。でそれはなんか人としてうんぬんかんぬんではなく、あの、ちょっと名前聞きますけど、こうカクテル作ってる所作とか、そういったものを見て結構雑音になったりするんですね。あのもう僕というその自分のカクテルのこう形成はできているところに、余計なものが入ってくると、それがこう反発しちゃうというか、こう跳ね返されちゃうっていうような感覚に陥るんですよ。でもそれを別にどうこうっていうわけではないんですよね。だからそれをこう題材にして話してみてしまうと必ず喧嘩になっちゃうんで、だからそれはあまりしたくないなと思うんで、あのちょっとこう考えたりした時期はありましたけど、今はもう別にそんなことは関係ない。その人はその人の考え方だし、その人はその考え方で作っているから、僕はあの、まあ、完全とは言わないですけど、やっぱ理解して、そのバーに行ったりはしますね。だからそうですね、だから結構そういう意味でもやっぱりバーテンダーが バーに行くっていうのは、やっぱりその自分のことを知って自分はどういう人間かっていうことをちゃんと認知をして、でそれで僕という、あ自分という人間は誰と結構気が合う人なのかなとか、そういったことをこう考えながら行くのも行くことが多いかな。やっぱり己を問うことはやっぱ一番大事で、自分に正解っていうものをやっぱ探していかないと、世の中に正解がないところにやっぱ翻弄されて、こう自分が負けちゃう瞬間ってあると思うんですよ。だからその時はやっぱり僕よく言うセリフなんですけど、やっぱり世の中には正解がないって言うんですね。グレーゾーンだって、全てがグレーゾーンだって言うんですけど、でもグレーゾーンというそのグレーの中にも白と黒が混ざらないとグレーにならないんですよね。でもそのグレーという色っていうのは、黒に近いグレーなのか白に近いグレーなのかってあると思うんですよ。その範疇の矛先は自分で問わなきゃいけないですよね。なのでやっぱり自分の正解っていうのは必ず見つけなきゃいけないです。でもそこの正解も絶対グレーだと思うんですよ。ただグレーは白と黒が混ざったグレーなんだっていう認識さえあれば、あの自分というものってどういう人間なのかっていうことをはっきりこう見定めることもできると思うんで、それを見定めた上で、相手と接して、
あこの人はこういう人なんだな、ああいう人なんだなとか思いながらこう相手とこう接するっていうことも大切ですし、やっぱりそれを考えないで相手に接してしまうとやっぱり相手に対して失礼ですよね。僕はやっぱすごくそういうふうに思うんで、やっぱり自分でちゃんと自分のダメなところ、あとはいいところっていうのをちゃんとこう認識をしてこう考えながらやらせていただいてますね。はい。まあちょっと話逸れちゃったのかな。はい。ありがとうございます。今日はよくある質問でしたね。結構ねバーテンダーってなんかずっとやっていくと結構もう何でもいいというか自分の好きなものがやっぱ固まってくるんで、やっぱそこに没頭するんですよ。それはもうすごく素晴らしいことで、すごくいいことなんですね。あとは自分のダメなところいけないところはもう自分の力で上げるしかないん でそれはよそのバーに行って学んだり、己を知ったり、自分を戒め、そして自分の能力を自分の力で上げるっていうことだと思うんで、だからそうやって多分バーテンダーの皆さんそうやってやってるんだろうなっていうふうには思います。あとはやっぱりバーテンダートークって面白いですよね。結構ねあれでもないこうでもないとかってやっぱりバーテンダーってこう意志の固い人間の集合体なので結構ね意見がぶつかることがあるんですよ。でもその会話がねすごく心地よくてね気持ちよかったりしますよね。だからそういう意味でもやっぱりいろんなバーテンダーの方とこう動画を通じていろんな話をしたいなと思うんで、もしこの動画を見ているバーテンダーの方が、いらっしゃったら、僕と話してもいいよって方がいたらぜひご連絡ください。はい、では本日もありがとうございました。20分以上喋っちゃいましたね。まあでもまたよかったらこのチャンネル見てください。はい、あと異業種の方でも全然構わないんでね、僕とこうコラボ動画コラボ動画でもいいですし、あとは雑談したいなっていう方がいらっしゃったらぜひご連絡ください。はい、それでは本日もありがとうございました。この動画が良かったら、いいねボタンお願いいたします。グッドボタンですね、いいねボタンお願いします。そしてチャンネル登録お願いします。やっぱり動画上げるたびにねちょっとずつ上がってきてるんで、この調子で、いろんなタイミングを見て、動画上げていきたいなと思います。はい、今日は最後にこうちょっと、やってみようかなと思うのは、最後に、カクテルを作ってお別れしたいなと思います。まず一発目なんで、これ何回も動画上げてるんですけど、やっぱりまず一発目なんでやっぱり人力機を作って皆様とお別れをしたいと思います。それじゃあね、バイバイ。Bye.